で、ある人は子供の時からスポーツや体を使う活動を避けてきた、うん、体育の時間にロープを登ることは決してできなかったし、うん、できるだけすぐにスポーツに参加するのはやめましたと、うん、で、体育館の匂いを嗅ぐと未だに落ち着かない気持ちになる、うん、その一方で知的活動は常にとても積極的でしたと、うん、3歳で読むことを覚え、学校の主要科目ではいつも最も成績優秀な一人でしたと、うん、なので、はい、やっぱりこのエニアグラムは生まれつきタイプがあるって言いますもんね、うんうんうん、なので多分ちっちゃい時から多分ずっとそれをやるんでしょうね。多分それのことだと思いますけどね、まあ、そこにこだわればって話ですよね。なんで、まあ、そうですね、うん、なんでスポーツの分野でもいると思います。音楽の分野でも、うん、はい、スポーツにこだわる語とかも、はい、で、したがって彼らは自信があり、うん、準備ができていると感じさせてくれる考えや技術を収集し発展させることに時間の大半を費やしますと、うん、それはあたかも自らが学んだことをすべて記憶の中に留め、うん、頭の中に持ち歩いていたいからですと、うん、問題はこのプロセスに彼らが夢中になっている間人と関わらなかったり多くの実践的社会的技術を伸ばすことさえしないということですと、うん、自らの真のニーズに関することよりも収集に専心する、うん、要は心を割く時間が増えますと、うん、したがってタイプ5にとってのチャレンジはどのような問いであれ、うん、問題であれ、うん、自らの想像力を刺激したものを追求しながら同時に人間関係を維持し、うん、自分自身を適切にケアし健全な生活を送ることは可能だと理解することなのです、うん、両立できるっていうことを学べっていうことですね、うん、要はさっきの海洋学者の例を取ると、うん、全ての甲殻類を知ってる、うん、けど家庭には向き合うことができない、うん、じゃなくて、うん、両方ちゃんとあなたはできますよっていう話ですね、まあ、うんうんうん、その生きていくためには、はい、これに熟達せねばならない、はい、って思いすぎて、はい、他のところはこうないがしろにしたいわけじゃないですか。まあ苦手ですしね、苦手だと思い込んでる、うん、思い込んでる、はい、だからこれはもう無駄だと思い込んでるみたいなところじゃないですか。これやるんだったらこっちをやりたいみたいなのが5の人ですよね。そうですね、そういう、そういうとこあるでしょうね、うん、だけど人生で考えると、はい、ここはもうある程度までいけばもう十分ですよみたいなところじゃないですか。はい、アインシュタインにならなくても生きていけますよっていう、はいはい、でそんなことよりもなってもいいしっていうか、それによって全部をこう排除する必要はないですよね、うん、はい、うん、でできますよって話だし、まあ、それによって不幸になってる可能性もありますよってとこじゃないですか。それを自ら作り出してるってことですね、うんうん、望んでないのに、まあ、なのでとらわれなんですけど。そうですね、そうエニアグラムこれ褒めてないって話ですね。これは一個も褒めてないですね、うん、あ怖い。そうやって読むと怖いですね、うんうん、一個も褒めてないですね、うん、これ全部いいとこだと思ってたんですけど全部とらわれてますよ。悪いところ話してますね今、はい、あ怖、うん、そうですね、うん、エニアグラムは、うん、欠けてるところを話してるわけですねこれは、うんうん、でそう思い込んでる、これがないとだから熟達しないと自分は生きていけないっていう恐怖ですよ。なのでこう恐怖によって動かされてるんですよ。あ怖、何かに熟達しようとして、ね、僕はなんかエニアグラムのなんか、うん、このタイプになりたいとかってあるじゃないですか、うん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 、これ恐ろしい話ですね、うん、欠けたものになりたいって言ってるわけですもんね、うん、そう。そうだからまあ丸くですよね、エニアグラム的に言うと。そう丸くなりましょう。本当そうですね。うん、恐ろしい話ですね。うん、なんで皆さんこのなんか人気のタイプってあるじゃないですか。まあ3、7、4、はい、まあ5も。5もそうですね。うん、はい、うん。なりたいなんてとんでもないですね。うん、これ欠けた話、欠けてるところになりたいって、ま。他のタイプの人はいいかもしれないですけどね。一生懸命勉強するみたいな話じゃないですか。他のタイプの人。うん、他のタイプの人。というのは？5のようになりたい。でこうまあ。言ってみれば賢くなりたいって話じゃないですか、はいはい、で勉強するって話ですね。勉強するって話、ね、はい、で例えば2の人とかだったら、はい、もうそもそも愛情豊かだから親切になる、私は親切にギバーになるんだと、ギバーテイカーじゃないと。でその人が5になりたいっていうのは、はい、ここにプラス5の賢さみたいなのを持ってくるみたいな話だから丸くなろうみたいな話じゃないですか。丸くなろうなら、はい、それをなんて言うんでしょう、うん、
自然にできている時。だからあの他のタイプの人はまだいいと思うんですよ、5になりたいみたいなのは。はい、なり、まあ、このある本では、うん、なりたいは、うん、なんて言うでしょう、よろしくないって話もあるじゃないですか。なりたい、まあ、要はこう自分のタイプっていうのはもう変わらずある、はい、って話じゃないですか。それを知った上で、うん、で5のようにとか3のように振る舞う、なりたい丸くなるんだっていう意識でね、っていうと、はい、まあ、丸くなる意識じゃないですか、はいはい、自分はここ尖ってる分他のところも補うんだっていう意識ですね、はい、あ、それは学ばねば、うん、学ばねばですね、はい、でタイプ5の溜め込みと無力感、うん、タイプ5のとらわれは溜め込みですと、うん、それは自分は無力で世界の中で自らを守ることができないという気持ちからくる特定の感情的歪みですと。タイプ5は恐れによって内側に引っ込みますと、うん、そしてどんなにわずかな資源でも自分に自由に使えるものは溜め込もうとします、うん、タイプ5は行き渡るだけの十分な資源がなく、人のニーズにより容易に枯渇してしまうと感じるのですと。要は人が求めてくるものにニーズから枯渇してしまうんじゃないかって思ってる。それは自分の時間とかがそうってことですかね。そう、時間とか物とかも知識もじゃないですか。あ、変に出して、はい、出すのも出し惜しみ、はい、うん、よくケチなんて言われますもんね、うん、このタイプ5は全てのタイプの中で最も物質主義的でなく、わずかな快適さがあれば幸福、うん、しかし時間やエネルギー資源については貪欲ですと、うん、知識や自分の技能ノウハウを改善する手段を渇望しますと、うん、さらに時間の大半を考えや興味を発展させるのに費やさなければならないと感じ、誰にも自分の時間や関心を奪ってほしくないと。自分がの無能で無力であると感じるので、自分を有能にし安定させてくれるものすべてを集め、それにしがみつかなければならないと信じますと、うん、彼らは家があふれるまで新聞や雑誌のバックナンバーを集めたり、興味のある 2,3 の分野について広範囲にわたる文章や本をまとめたり、うん、レコードや CD を集めるかもしれませんと、うん、でタイプ5は往々にして他者の期待に迫られ圧倒されると感じると、うん、さらに干渉されると感じやすいので、うん、人から気持ちを話して身を守ることを覚えると、うん、なんでコンピューターのあるコンピューターの専門家は、うん、人を引きつけるユーモア感覚と心を動かす誠実さを持ってますと、うん、また何年も幸せな結婚生活を送っているが未だにこんな問題に取り組んでますと。僕が生まれた時には、うん、2人の兄がいたが、うん、1人は顔に皮膚の問題を持って生まれた、うん、もう1人は10代前半で事故で亡くした、うん、それによって僕を過保護にしなければいけないような感じがあり、うん、残念ながらプライバシーが全くなかったと、うんうん、僕がどこにいるか、うん、何をしているか、うん、何に興味を持っているか、うん、実質にあるものすべて、うん、両親は知っておく必要があった、うん、で僕は早い時期から頭の世界に引きこもることを身につけましたと、うんうん、日常化していた干渉から自由が頭の中にしかなかった、うんうん、なのでその僕は一度もこの中に立ち入らせなかった、うんうんうん、なので10代前半はもっとよそよそしく秘密主義で感情的に冷めることで抵抗を表に出す、うんうん、なので今日でも僕は他人に対するのと同様、うん、もう親にも周りの人にも距離がある、うんうんうん、なんていう、うん、でタイプ5がストレスに反応すると、うん、関心を急速に狭め、うん、思考という聖域に引き込むことによって、うん、ストレスに対応しようとします、うんうん、でこの本当はこの狭めるんですけど、うん、この方法で不安を和らげないって思うと、うん、タイプ7に向かう、うんうん、衝動的に、うん、何らかの活動に飛び込むことによって、うん、孤立しないようにするのですと、うん、落ち着かず興奮しますと、うん、頭の動きが早まり、うん、増大する恐れから気をそらさねば、うん、と感じるのですと、うん、さらに適所を見つけることについては不安を持っているため、うん、
散漫な求め方になると、うんうんうん、なんで通常の段階のタイプ7のように、うん、次から次へとさまざまな活動や考えに飛びつく、うんうんうん、けれども自分を充足できない、うん、って感じる、うん、でタイプ7に向かうタイプ5は、うん、ニーズ特に生理的なニーズ、うん、人のいたわりから切り離された後、うん、刺激と体験を見境なく求めるという行動に出る、うん、なんで行動の転換っていうのは、うん、自分のなんて言うんでしょう生きていくプロジェクトとは全く関係のないものをどんどん追い求める、うん、映画や飲酒薬物、うん、性的脱線に没頭する、うん、なんで、うん、あんな真面目だった人が、うん、みたいなのを見るかもしれませんね、うんうん、でこの極端なストレスの下で、うん、タイプ5は自分が欲していると感じているものが何であれ、うん、それを追求する際にこの強く主張するまた、うん、鈍感になることで不安から身を守る、うんまあ、これも一種の生存戦略はい、だと思ってるですけどねそうですね、うん、これなんか裸で踊ってる感じですねチブを見せてる、うんはい、間違ってる間違ってるわけじゃないですかエニアグラム的に言うと、はい、で統合の道、まあ、エニアグラムには、はい対抗と統合というのがあり、うんうん、先ほど申したのは、うん、対抗、うん、で統合の道タイプ5は健全なタイプ8のように体の存在感と本能的エネルギーを取り戻すことで、うん、自己実現し健全さを保ちますと、うん、自信を持ち充実していて強く有能である感覚は精神構造ではなく体の本能的エネルギーからもたらされるからですと、うんうん、従って統合するタイプ5は頭から降り活力や身体性を深く実感することで成長しますと、うんうんうん、で頭で考えてやってることではないっていうことですね、うんうん、もう何て言うんでしょう体がやってること、うん、本能なんか難しいですね本能特にはこの、よくタイプ567は、うんヘッドセンターなんて言って、はい、体とちょっと遠い人たちがこの体から何かをやるっていうのはなかなか難しいでしょうね、うん、健全度の問題ですよねきっとそれが難しいって言ってんだよでも日頃こう使ったり使ってなかったりじゃないですか行ったり来たりするわけだからはい、うん、そうですね、うん、だから使えてる時のこうイメージしながらっていうとこだと思うんですよねでもそうやった瞬間考えてますよね考えたっていいじゃないですか考えちゃいけないとは言ってない全部使うってことです閉じこもらないってことですね、うん、思考に閉じこもらないって話、はい、で体の生命力との大きなつながりに入っていくことは、うん、タイプ5にとっては強い不安があると、うん、まあなんせ苦手だと思ってるので、うんうんうん唯一の防御方法である思考という聖域を失うような気がするのです、うんうんうん思考は安全で信頼できる、うん、なんせ自分が積み重ねてきたものなので、うんうん、動じないように感じるがそれに対し体は弱く傷つきやすく、うん、当てにならない感じがすると、うん、さらに体とより深いつながりはタイプ5に対するこの長い孤立、うん、強い悲嘆の気持ちに気づかされることになると、うん、けれども体に根ざすことによってのみ、うんこの長きにわたって抑圧してきた気持ちに取り組むための内なる支えを感じることができると、うん、自らの本能エネルギーと共にあることを学ぶにつれ、うん、タイプ5は身の回りの世界に関わり、うん、知識や技能を目の前の実際的問題に応用し始めると、うん、で統合に向かうタイプ5は他者から引くことによって責任を回避するよりも、うん大きな挑戦を引き受ける力があると感じます、うんうんうん、そして多くの場合リーダーの役割を引き受け、うん、人は直感的にタイプ5がこの私欲がない、うん、そして肯定的な解決を求めているこの人は、うんうんうん、指摘ではなく、うん、っていうことを感じ取りプロジェクトのサポートをするために多くの人が集まってくる、うんうん、あのなんか泣きそうですね、うん、そうだねってできたんだねってもう、うん、なんて言うんでしょうサクセスストーリーを読むかのようでしたね、うんうんうん、こもっているタイプ5が、うんうん、いい話、うん、
あーなんか映画みたい、ごめんなさい泣きそうです今で、プロジェクトサポート、人が集まってきた、うん、で現実の世界に参加することでタイプ5は、うん、知的能力や一人で培ってきた技能を失うことはない、うん、そうなんですよ、そうなんですよ、誰もあなたのものを奪うことはできないんですよ、うんうん、し別にこう外に出たからといって、はい、こう減るわけじゃない、そうなんですよ、生かせ生かせ、うん、でそれよりも高度に機能するタイプ8のように、うん、こうした才能を戦略的、うん、建設的に利用しますと、うんうん、けれどもタイプ5は通常の段階のタイプ8の資質を模倣しようとしても、うん、大した恩恵を受けませんと、うん、そうですね、この見せかけはダメだって話ですね、うんうんうん、自己防衛や自分の弱さから離れること、うん、対人関係を対決とみなすことに焦点を合わせても、うんうんうん、タイプ5が自らのよそよそしさや、うん、社会的孤立感を克服する助けには なりませんと、うん、自分がいかに思考と同一化しているかを実感し、それに取り組むにつれ健全なタイプ8の利点である力、意志力、自信といったものが出てきます、うんうん、まあ、8ですよね、自分の持ってるものを人のために、でも、ま、真似じゃないんですよね、真似じゃない、まあ、蜂を真似しよう、まあ、意識は必要だと思うんですけど、うん、真似というか自分のやり方で、自分のやり方、まあ、蜂を真似するというか、はい、まあ、要は自分の持ってるものをやり方で引っ張るってことですね、周りを、うん、も使う知識は溜め込むだけじゃなくて、はい、使っていきましょうって話じゃないですか、どこで使うんですか、社会ですね、社会で、はい、で使ってでなんか物事解決していけば、はい、自然とリーダーになっていくみたいなとこですよ、はいはい、あ、これがもうサクセスストーリーです、うん、エニアグラムはねこれがあるからね、うん、いいんですよ、うん、あの完全懲悪ものなんですよ、はい、あ、いい物語を読みましたね、はい、期待された時すでに持っているデータでさっさと済まされれば気軽に応じられるかもしれないと、うん、ああ。そのために溜め込んでんですよ多分、はいはい、でこれじゃ足りないって不安だから、はい、もっと溜めとかなきゃ何か来た時に答えられないかもしれない、はい、何か来た時っていうのはそういう期待ですよね、これや自分から何かそれを発信しないんですかね、これできるよとか、そうこれあるんだけどさ、うん、それはしない、あ、意識してする人はいると思いますよ、8に向かってますね、それは。そう、はい、っていうのはあると思います、はい、多分そういうのを、まあ、健全度の問題低いと多分なんでしょう、健全度っていうのは、うん、自分が認められてないっていう時ですね多分、うんうん、表現としては、まあやっぱり溜め込もうとするだろうし、はい、でこう調子がいい時はこう自然とこう周りに、その時ですね、そう、その時がどれだけ続けられるかですね、はい、あの健全度っていうのが9段階あり、うんうん、1,2,3 が E、うん、4,5,6 がベーシック、うん、で 7,8,9 が悪い、うん、大体人はこの3つぐらい、うん、を行ったり来たり行ったり来たり、うん、なんであの家庭環境がいいと、うん、3,4,5 のところを行ったり来てる、来たりしてるかもしれない、うんうん、もしくは家庭環境がちっちゃい時悪かったりすると、うんうん、その 7,8,9 はなかったとしても、うん、6,7,8 とか、うんうんうん、で生きてるかもしれないですね、うんうん、でもこれはアドラー的に言うと、うん、自分で変えられるんでしょうね、変えられるんだと思います、はい、エニアグラムでもそうですよね、うん、自己認識を変えるだけですよね、うんうん、って知った風な口を聞いてますけど申し訳ございません、うん、僕はできてません、うん、頑張ります、できてできてませんも言っちゃダメこれは難しいですね、はいはい、謙遜しました、はい、謙遜しました、うん、やっていこうと思ってます、うん、はい、なんだろうこれは難しいですよなんか難しい、僕ね病気なんですよ、僕病気なんですよ、なんかね飼ってるんですよはい、あのできない子を飼ってるんですよ僕の中で、うん、騒ぎ出すんですよ、うん、言っていいのかって自信満々で言っていいのかがね騒ぎ出すんですよ、だからそれも不安なんじゃないですか、それもそう多分ね言ってしまって大丈夫なのか、そうお前できてないよって言われるのを恐れて、うんうん、これを振る舞うんですよ、うん、あらかじめできてないって言っとこうみたいな、あ、そう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 アドラーが一番怒るやつそうそうそうアドラーが怒るやつ怒るやつ、はい、うん、あ、君は自分をこうやって下げることで安心したいんだね、うんうん、ふーんって言われるんですよ、